ひなずるめ姫紀行、ここは秋山村桜井になります。まあ、ご近所で聞いたり、遺跡に詳しい方にも今ちょっと話を聞いていたんですけど、いわゆる桜井の大沢、王というのは親王の王ですね、に、投入したと、休憩したと。もう少し先にですね、別な集落があって、そこの四つ堂というところも、7日間いたっていう民話のお話になってるんですけど、そこも含めてですね、やはりちょっと具体的な場所っていうのは特定できないそうです。で、今見てるのはその、史実というか、その民話に出てくる、あくまでこれ伝承なので、今回はそういったちょっと想定も含めてですね、実際詳しい方に聞いてもそれはあくまで伝承だということをおっしゃってましたし、確定的なことっていうのは残ってないんですよね。例えばその姫の死についてもそうですし、その産後のことについても、すぐ死んだのかしばらく生きてたのか、いろいろ説があってですね、子供のつづれをですか、その話もちょっと今聞いてたんですけども、結局わからないんですよ。で、どんな言い伝えといってもですね、やっぱりそれは聞き間違いとか書き間違いとか、伝え間違いとか当然ありますし、今から何百年も前の話ですから、やっぱりわからない部分は多いですねっていう話は、これはもうあくまで、そういうことは前提で聞けるわけですけども、ただ先ほど言った大きい土地の地と書いて、大地と読むのか大地と読むのかと思ってたんですが、やっぱり大地、王と、王うですね、つまり、もともとは親王の王ではなかったとかと、これは想像なんですけどもねということで、私もちょっと話、差し上げたら、やっぱり大地ではなくて王地または王子だったということ、王と呼んでいたので、大きいではなくてもともとの王ではなかったのかと、これはもうその方にもお話しましたけども、推測であるというところなんですけども、そういったちょっとロマンではないんですけどね、やっぱり土地のこう地形図なんかもよく見ていくとですね、やっぱりその屋敷跡ってさっき聞きましたけど、大野入江のですね、では誰の屋敷だったのかと、そういう屋敷という地名が残っている以上ですね、おそらく屋敷があったんであろうと、それは想像ですけどもね、実際屋敷があったっていう伝えがありますから、で姫たちもその屋敷には入っていると、そういう伝承が残っていると。やっぱり地元の方のその何代も前ですよね、それこそ江戸時代よりもっと前の方たちが残したようなことが、現代にも残ってきていると。この史実はもう南北朝時代、鎌倉幕府が倒れた後の話ですから、かなりいい時間が経っているわけで、その頃の史実がそのまま残っているとはちょっと、どうしても言い難いという部分でですね、この今桜井の大沢というところ、ここもはっきりここだとはちょっと言えないんで、今ちょっと関係ないところかもしれませんけど、一応桜井集落の中心街の裏山を見てると。で、実際街道もこの今の街道ではなくてですね、もっと下の方に川の方にあったみたいで、今旧道の方も行ってきたんですけど、やっぱり家に入り組んだ細い道ですよね。そういった小さい道 であと橋っていうのもですね、木で組んだような小さな橋、だいたい街道自体がそんな大きな、そういう甲州街道とか、そういうもう本当裏街道の裏街道の道ですから、今のような大きな道ではなかったのではないかと、そういうところもちょっと含めてですね、話を聞いていました。ですから、このまず姫たちがここへ桜井にたどり着き、姫はやっぱり妊娠してましたので、その体調は常に良くなかったらしいんですよ。ですから、常にその夜の宿とですね、食事休憩を取りながら来ていたようですから、もちろん宿の約束も何もないところで来てますから、そういう意味ではですね、かなりこう難しい逃避行ではなかったのかと。普通の体であればですね、歩けたんでしょうけども、民話の方ではですね、姿を変えて、富士登山ですね、何々行っていう、要するに武士とか姫とかそういう格好はしてなかったようですから、そういう意味ではですね、かなり大変な逃避行だと。ちなみに親王が撃たれたのは、夏ですから、秋に向かってですね、この地へやってきてますから、かなり時間かかってきてますよね。だからところどこでも1週間、昨日光明寺さん行きましたけど、そちらでも7日間10日間っていう、その、かなり休まれているようですから、そういう意味ではですね、逃避行といっても相当今の距離の何十倍もあるような距離をですね、歩いていたような感じになりますから、そういう意味では本当に大変な旅だったんだなと。一行が目指したのは京都とも言われてますけども、それはちょっとはっきりしませんけど、
まあ、父親が藤原氏ですからね、生まれはともかく京都方面を目指したんではないかなとは思います。もっと言えば後醍醐天皇ですよね、父親の後醍醐天皇に要するに首を持ってたという話はもうずっと続いてますし、やはり最後葬られたのが、この秋山村ではなくて今の隣の鶴郡、鶴ですね、鶴市になりますけど、そちらの神社の方にあるものが本物ではないかと。なんか富士の浅間神社とか他のところにもいくつか伝承があるみたいですけど、まあ、実際その残ってますしね、供養も毎年行われているということで、その石川先生の方もそのようなことをおっしゃってましたし、まあ、多分難しいんですよね、どれが本物かっていうのはちょっと言いにくいですけど、ただ最近そういうシリーズをもとにですね、伝承をもとにいろいろ看板が立ってますんで、一応名目は上野原教育委員会ということになってますんで、まあ、一番近い内容ではないかなと、まあ、これは本当に伝承なんで、このビデオを見てる方はね、ちょっと誤解のないようにはお願いしたいんですけども、まあ、そういう意味でちょっと、尋ね歩いているという気候になりますね。はい、ひなずり姫桜井、大沢からでした。